さあじゃあ第6話いきましょう。残り1分だって。どうなるんだ、どっちが勝つんだ。うわ、そうだ、ここの戦いまだ見てなかったね。カイドウ対手塚、あんまりやってなかったと思うよ。風船を狙う、イガグリを打つ。いや、ここは風船を狙ってガンガン攻めていきましょう。もう時間もないしね。この調子でいこう。うい、手塚が上がんのあれ、カイドウじゃないの。狙いが甘くなっているぞ。おっと、カイドウスタミナは無限にあるはずなのに、どうしたんだ。くそ、自分の風船を守るのに手一杯で攻めきれねえ。なるほど、そういうことか。いや、そんなのはただの言い訳だ。俺の力が足りてねえだけ。自分に厳しい。何考えてんだ俺は。こんな時に自分を信じられねえでどうする。そうだ、もうあと1分しかないんだから、やることやるだけだ。おい若し、カイドウの守りに入ってやったらどうだ。若し、若し呼びです。下手に俺が入って、後部部長と手塚さん二人がかりで攻められても困るんで。おっ、ていうことは何か策があるのかな。んな野暮な真似しねえよしないの。した方がいいんじゃない、勝負だから。お、やってるやってる。やっぱ205の出番多いね。なんや日吉、風船割れとるやないかそうなのよ、後部にやられちゃってね。うるさい、お前らも人のこと言えないだろ。割られたんかい。まあしょうがないか、白石雪村に真っ向勝負挑んだら、まあ割られてもしょうがないのかな。俺はいいとこまで行ったんだって。イガグリ見当たらなくて探してるうちに。ダサくね、そのやられ方。負け犬の遠吠えはええねん、カイドウの風船守るのが先や。赤矢のやられ方思ったよりダサかったんだけど。俺も守る隙を伺ってたところで、割って入るぞ。みんなでカイドウの風船を3人で守るんだ。熱い展開じゃない。カイドウ、その風船だけは死守してやら。うい、なんだてめえら邪魔だとは言いづらいでしょ、自分も困ってんだから。これは1対1の戦いじゃない、お前の風船守らせてもらうぞ。そうだそうだ、そこは受け入れろうん。そうだ、これは紅白戦、一人で戦ってるみてえに思ってたが。いや、この絵かっこいいね。赤矢だけどっかに映ってないところにいるんだろうけど、この日吉財前まとめてこう、この赤い風船をね守っていくみたいな、この感じ、いや素晴らしい。よきよきのよき。おっと、何、一人で戦っているわけではない、風船を任せる、上じゃない。こんなもんじゃねえ、もっとだ。カイドウが上がっていく。そう、攻めて攻めて攻めまくる方が性に合ってんのによ。そうだねそうだね、赤矢が守りに徹するとかちょっと想像つかないわ。言うな、俺だって守るだけなのは歯がゆい。あー、日吉もそうかな。今日はこいつらがいる、うじうじしてる場合じゃねえだろう。カイドウ変われ。なんだかんだ言ってね、味方になったら心強いっていう思うだけのね、実力は認めてるんだよね、みんなね。上等だ、何人雇用が蹴散らしてやる。そうだそうだ、攻められんのはお前しかいねえんだから。てめえら、守りは任せたぞ。おい、けいけい。なあ、その代わり俺らの分まで攻撃しまくれよな。そうだそうだ。ほう、赤い風船を残しているのは声楽だけか。そうなの、そうなの、他の学校の赤い風船は全滅ですか。あ、そう。じゃあ何、ゆうたくんもやられちゃったの。ピー、言い方が気に食わねえな、てめえがチンタレやってただけだあ、声楽が優秀だな、じゃなくてねお前が借り尽くさないのが悪いんだろうが、あーみたいな、そういうことか。残り1分を切ったぜ、手塚がやらねえなら俺がやってやろうか。ああ、それもちょっと見てみたいっちゃ見てみたいかな。その必要はない。ないの？なんで？続きのカイドウ、終わらせるぞ。かっけーけど、リョウがこれ何してんの？リョウがもうなんだかんだ残り1分暴れてるね。手塚かっこいい。これさ、イガグリにも特殊な回転をかけて、うんぬんかんぬん手塚ゾーンみたいな、そういうこともできんのかな？手塚部長の風船、
死ぬ気で取りに行かせてもらいます。じゃないと取りに行けないだろうからね。いい覚悟だ、行くぞ。うい。カイドウ、カオルをなめんじゃねえ。あ、同士打ちのシングルス思い出したな。なんか、うん、おお、どっちかの風船が割れたけど、片や第三者の風船かもしれねえ。あー、ここで終わるのね。へー、あ、そう、気になる。ん、終わったかな。うわー、ちくしょう。え、カイドウの風船割られたの、さっきの。そういうこと。結局4人とも風船割られちまって、乾杯じゃねえか。あー、そうだったのね。さすがに白が勝ったのか。そっか、まあしょうがないっちゃしょうがないかね。うるさい、面白くないことをわざわざ大声で叫ぶな。じゃあ面白いことだったら大声で叫んでいいんだ。日吉、案外サンシャイン池崎みてえな芸風が好きなのかな。くそ、最後まで攻めきれなかった。それ言うたらこっちかって最後まで守りきれんかったわ。いやー、ここの205の敗戦ムード、つーか途中で高校生入ってきたのずるくね。あれのせいで完璧な防御が崩れたっつーの。何、凌駕がちゃちゃ入れてきたみたいな。高校生は白も赤も攻撃しとったし、フリナンはこっちだけちゃうかったやろ。そうだそうだ、黒を攻撃する黒だっていたんだから。手塚部長の攻撃にばかり気取られて、高校生が入ってきたことも気づかなかった。まあカイドウは手塚の風船だけ狙ってりゃいいから、それはそれでカイドウはいいんじゃないって思うけど。まあそれだけ攻撃に集中できたのは良かったがな。そう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 、それはね、いいことだと思うんだけど。別に何がムカつくって、部長たちが周りでニヤニヤ見てたことだ。結局最後までその辺は最後まで手出ししなかったんだね。そう、それ思い出すと腹立つ。俺たちが勝って当然じゃねえのみたいな、そういう感じだったんだろうな。ニヤニヤなんてしてたか。カイドウは手塚さんばっか見てたから気づかなかったかもだけどさ。うん、そういうことなんでしょうね。ニヤニヤ言うたら、横のそいつがさっきからニヤニヤしとるで。横のそいつ、え、俺。ん、なんだ。なんや小島へ、おもろいことでもあったん。あったん。うなずく首、うなずいてみてほしいかな。はい、自覚あってください。どこまでいけるか試したくない。なくはないかな。俺最後まで風船割られなかったしね。そういうことかい。あんたら205の先輩たちは割られたかもしれないけど、俺は残ってたけどねみたいな、そういうことかい。せやな、ワイが守ったったしな。あ、金、そっか、金ちゃん最後の方は守りだったもんね。そういうお前はすぐ割られとったやろ。いやでも比嘉5人はさすがにしんどいでしょう。せやけどワイは腰前の風船誰にも割らせへんかったで。それすごいよね。それすごいと思うよ。なんか話の感じからしても誰かと協力して守ったよっていう雰囲気も感じないしさ、クラウザとユータと協力して3人で守ったったから守ったんやでみたいな、そういう雰囲気も感じないからさ、きっと一人ではちゃめちゃに守ったんでしょう。別に金太郎がいなくても割られてなかったと思うけど。なんでそういうこと言うの、守ってくれたんでしょ。ま、俺たちのおかげで赤組全滅は免れてよかったっすね。ああ、だからニヤニヤしてたんだ。ニヤニヤ顔が尺に触るが何も言えねえ。いやー、可愛くない後輩だよね。尺に触るとか言ってるじゃないですか。言ってはいるけど、いいじゃねえか別にそれぐらい。だがテニスで負けたわけじゃねえ。さあ、こんなイガグリの打ち合いでね、何がわかるんすかっていう言い方もできなくはないからね。ああ、そうだぜ、テニスなら負けてなかった。テニスだったらもっと負けてる可能性もあるけどね。せやな、テニスでなら今日みたいなことにはならへん。
ああ、今日のが俺の実力だと思ったら大間違いだ。こいつら意外と切り替えんの早いな。俺はテニスでも負けないけどね。あ、うるせえあ、うるせえ。せっかくみんな落ち込んでたところから切り替えることができたというのに、うるさいな。いちいち生意気なやつだな。ああ。ちょっと出てくるああ、びっくりした。ちょっと表出ろうだったらもう怖いところだったけど、そこまでではなかったか。お、テニスコートか。俺も行く。お、俺もイガグリじゃなくてテニスボールを打ちたいと思ってたところだ。イガグリを30分も打ち続けた後のラケットのガットって大丈夫なのかな。ボロボロになってたりしそうじゃない。なんか夕飯までまだあるしな。俺も付き合うわ。そうなんだ。まあだからみんなジャージ着たまんまなんかな。次は勝てる。ここで終わりそう。お、紅白対抗戦まだある、続きが。あー、エピローグか。はい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 。おー、すげえ、部長しかいね。なんと豪華な、前ら南がいねえじゃねえか。南がどうなってんだ。あと立花もいねえし。へいへい。手塚頑張ってる。一旦全画面しとくか。はい。甘い球打ってんじゃねえぞ手塚。あ、しまった。これやったから全員の全画面タイムを取んないと、なんか辻褄が合わなくなってきた。仕方ねえ。一瞬。お前こそ疲れが見えているようだが、後部。後部が言うじゃねえの。あの、ほんと肘とか気をつけてね、マジで。あの二人ずいぶん気合入った打ち合いしとるな。あれ、この二人のはみたいな全画面タイムはなくていい感じか。練習サーキットを終えてから休みなしのようですよ。へえ、すご。手塚、後部、一度水分補給した方がいいんじゃないか。お、いい声かけだ。優しい。そうだな、思っていた以上に時間が経っていたようだ。手塚にもそういうことがあるんだね。思っていた以上に時間が経っていたことなんてあるんだ。俺はまだまだいけるぜ。それこそ永遠でもな。ここからあのテニラビでも聴けるあの永遠という曲が生まれたんですよね。まあ嘘だけど。まったく大したスタミナですね。スタミナ言うたら昨日のスポーツマン狩りデラックスは濃い内容やったな。ねえ。ああ、30分とは思えないほど消耗したな。そうだよね、30分だもんね。紅白戦に加えわしと高校生の襲撃、風船を守るだけで精一杯だった。手塚でもそんな感じだったんだ。おや、手塚くんでもそうだったんですか。ねえ、意外だよね。どういう意味だ。うん手塚くん余裕そうな顔してたやん。せやからこっちも余裕ぶっとかなあかんと思って意識しとったんやで。あ、そうなのそうだったんだ。そういう顔をしていたつもりはないが。手塚はテニスが上手すぎる代わりに顔の表情筋全部死んでるからな。確かに昨日はギリギリだったな。いつ風船を割られてもおかしくない状況だった。それはそうっちゃそうかもしれんな。そこを耐えて結果を出してみせるのが部長ってもんだろう。あ、かっけえ。部員のましてや後輩たちがいる前で無様な姿はさらせねえからな。まあなんだかんだ言って昨日は結局はキングたるゆえんみたいな、そういう結果だったもんね。そうだな、全力の攻撃を全力でかわして笑ってみせる。それがニヤニヤしてると思われてたんじゃねえのか、もしかしたら。部長という立場にはそういうものが求められている気がするよ。なるほどな。やっぱええとこ見せたいしな、部長として。うんうん、何かを残したいという思いはあったかもしれないが、まあそういった気持ちはわからなくもありませんがね。比嘉は別に2年生来てないけどね。ここに比嘉の皆がいたとしたら私も違った動きをしていたかもしれません。あ、そうなの。正直ヒヤヒヤする場面もあったで。大っぴらには言えへんけど。ああ、実は俺もだよ。終わりの合図が聞こえた時、正直に言うとホッとした。そんなに。後に続く奴らに
それくらいのスリルは味わわせてもらわねえとな。まあまあ確かにね。みんなもっと強くなる。うかうかしてはいられないぞ。あ？そんな言葉、俺の辞書にはねえな。うかうかという言葉がないのかな。そうか。ではこれからも。これからも？油断せずに行こう。おー、なるほどね。絶対終わるじゃん、ここで。はい、カルビンかわいい。お、後日談入った。1日目、対抗戦の後日談に突入します。